これまでの修行の成果を見せてやる。力を合わせるぞ、クリリン、ヤムシャ。ああ、分かってる。地球の武道家の意地を見せてやろうぜ。かつてのライバルと肩を並べて戦うなんて、こんなに楽しいことはないよ。こっちが相手か。あんまり見せるんじゃないぜ。一人前の戦士だ。変わってるぜ。ケイ、そうか。私にはならんぞ。王道を諦めたわけじゃない。ここまでか。ダメ。アビニエル、やられたかと思ったぞ。やるじゃないか。やるな。だが勝負はこれからだ。まだまだ俺はまだ戦える。ごはん、平和だからって腕はなまっちゃいないだろうな。ヤムチャさんこそ。容赦はせんぞ。かかってこい。この木はご飯だ。貴様、ガキの頃の方が強かったんじゃないか。貴様の実力で俺に勝てるわけがなかろう。そいつはどうか。差し上がって頭にくぜ。俺がこのベジータ様が押されているだと。やるな。だが勝負はこれからだ。こいつどこにこんな力を隠していたのだ。
上位。人間め、とうとうこっちまで実力を出し切る。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしない。こちらもフルパワーを出して殺す。戦いの勘が鈍ったな。貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど努力が似合うバカはいないな。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろって言うのか。なかなかのもんだね。俺が相手死ぬまでもなかったか。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。